はい、七尾市の紡ぎ町というところに来ています、はい、七尾港、七尾湾が非常に近い、まあ、海のすぐ近くの、造船所からお伝えをしたいと思います。鳥毛造船所の鳥毛義秀社長です。大変な時にすみません、よろしくお願いします。ありがとうございます。この辺りは海も近いんですけれども、はい、どういった被害が当日ありましたか？はい、私その時は正直ここにはおらんかったんですけど、はい、地震直後まあ道路も結構傷んどりまして時間かかったんですけど、帰ってきたら、うん、今この船が地震のその揺れの強さで海の方に流れていったんですよね。沖の方まで流れていった。で当時のちょっと映像が、はい、ちょうど防犯カメラに映っていたので、ご覧いただきたいんですけれども、地震の揺れで流れていったっていうことですか？こちらが、1月1日その揺れの瞬間を捉えた映像になります。今ちょうど私たちが立っている同じエリアになりまして、画面上の方その奥にちょっと見にくいと思うんですけれども、先ほどの船が少しずつ少しずつ、はい、今、沖の方にこう流れていってるのが分かります。津波じゃなくて社長、これ相当大きな船なんですけれども、はい、何トンクラスの？一応登録上19トンってプラスの船なんですけど、はい、重量的にはやっぱり60トン、60トンぐらいの船が、まあ、もちろんこうやって固定、今のようにしっかりと固定されていたものが地震によっても沖の方に流れていってしまった。あとこのレールも曲がってしまったんですよね。そうです、はい、はい、この陸へと上げるレール、もうまあ、海の中で曲がってしまったので今2本使えないというような状況になっています。うんうんうん、もちろんちょっと建物の方にも、被害が、はい、あるということなんですけれども、鳥毛さん、はい、お客さんである輪島だったり七尾の漁師の皆さんの状況、何か聞いてることってありますか？そうやね、まあ、輪島のお客さんにしては、まあ、港自体が海底が隆起したっていうんですかね、うんうん、それで船が出せんような状態、まあ、港自体もかなり被害を受け取るとは聞いておりますけど、はい、まあ、鈴木の人にしても一緒じゃないかなと思っておりますけど、はい、漁師の皆さん、まだ今ちょっと考えられるような状況じゃないかもしれないんですけれども、はいはい、今後のこと何かおっしゃってましたか？まあ今何人か聞いたらやっぱりどっか金沢とか少し安全なところに避難しとるとは聞いてはおるんですけど、いつ復興できるかわからんような状態とは聞いております。はい、さあそしてこちらの造船所の方なんですけれども、このように建物がですねかなりこう10センチぐらい割れて、まあ、隆起したような、状態になっています。本来であれば5日からお仕事再開の予定だったんですけれども、今日、その、まあ、船作りを再開することができたということで、その造船所の中に入っていきたいと思います。社長、中にはもうかなり立派な船が今あるんですけれども、うん、はい、こちらどういう状況、どういう状態ですか？もう出せる間際です。もうほぼほぼ完成で、はい、まあ、浸水間近うん、なんですけれども、うん、これ1月1日もここにあったんですよね？そうです、はい。大丈夫だったんですか？どういう状態でしたか？もうこのなんていうんですか、ひっくり返った状態で、うん、ちょっと正直へこみましたよね。そうです、うん、これも写真があるんですけれども、この大きな船が、横倒しになっている状況、これ1月1日だったので作業されている方がいなくて、そうです、また、それはちょっとは幸いしたかな、まあ、怪我人も出なくて、それはそれで良かったかなとは思っておりますけど、この船をなんとか引き上げて、うん、今日から再開することができたということなんですけれども、はいはい、やっぱりこの能登の復興にとっては、まあ、漁業っていうのは、まあ、なくてはならないものの一つだと思いますけれども、そうですね、はい、そういった意味で今後その船の修復っていうこともかなり数入ってくると思うんですけれども、うん、どういう思いで船作られますか？そうやね、まあ、うちみたいちっちゃい会社なんですけど、今までまあこうやって商売させてもらったのはやっぱり漁業主さんの、皆さんのおかげですから、まあ
私が何ができるかしたらちょっと分かりませんけど、少しでもまあその漁業者さん の, あの力になればあのいいかなと思って、でまあ前を向いて、まあなるだけ笑顔であの頑張っていきたいなとは思っております。ということです。塚田さん、鳥毛さん、大変な時に今日はご対応ありがとうございます。あの修理の希望など今から来ると思うんですけど、破損した船は大体どのあたりがどんなふうに壊れるものなんですかね、今回の地震では。鳥毛さん、あの、はい、今後その修復の依頼というのはどんどん来るかもしれないんですけれども、はい、今回の地震で、まあ、船のどのあたりがこう、まあ、破損していることが考えられますか。そうやね、やっぱり船底というか底の部分じゃないかなとは思っております。船底の、ここを直すの大変なんですか。まあ、あのそうやね、ちょっと大変ですけど、できる限りあのそういう話があれば力になりたいなとは思っております。まずそもそもその壊れた船を、上げることが今まだできていない状況ということですもんね。はいはい、そういうことですよね。そこからようやくその修理の依頼が入ってくると、そうやね、いうことですよね。はい、まあ、あの地元でその輪島なり鈴で船を上げられるんであれば現地まで行って直すことは可能なんですけど、まあ今はその支援物資とかそういうやっぱり車両の方がやっぱり優先ですから、あのちょっとそれもまあちょっとは今は難しいのかなと、今後ということですよね。いや、地元の頼もしい造船所です。ありがとうございました。ありがとうございました、鳥毛さん。